はい、こんにちは、ブルホスです。今日は営業が嫌いな人のために、元営業マンが語る営業が好きになった瞬間っていうね、お話をしていこうというふうに思います。で、僕自身は、営業っていうと、実は現役の営業マンなんですね。ご存知の方もいるかもしれないんですが、営業という仕事はね、正直ね、僕はそんなに好きじゃない、むしろ嫌いな部類なんですけれども、なんとなく向いているみたいなので、新人の頃からね、ずっと営業やってるんですけど、今日まで続けることができてるんですよね。ちょっとした自慢をすると、営業成績トップを、走り続けてたりとか、そんな感じですね。で、今日は、そんな僕の個人の話はどうでもよくって、営業が嫌いだった元営業マンの話っていうのをしていこうと思います。はい、こんな感じでね、いろいろあるんですけど、会社員と勤めていた頃の半分はその方営業についていたそうなんですね。で、その人個人は、当時営業っていう仕事が大嫌いだったんですよ。で、なんでかっていうと、皆さんもね、営業を特に仕事としてやっている方っていうのも経験あるというか、気持ちわかるわってとこかもしれないんですが、お客さんにね、頭をペコペコ下げて物を買ってもらったりとか、あるいはなんか理不尽な注文を受けたりとか、あるいはね、クレームがなんか来たりとかってね、そういう仕事だと。そんなイメージを持ってたんですよ。ところが、いざ始めてみると、お客さんにもね、当然そのいろいろクレームとか注文とかつけてくるようなお客さんでも、家庭があって日々頑張っている人たちばかりなんですよ。ということは、より良いものが欲しいというのは当然な気持ちなんだなっていうことが理解ができたし、一方で当然ながら、なんかもうそんなわけのわからない理不尽なことを言うっていう人も中にはいたんですけど、大体がきちんと話せばわかる人っていうのが大半だったということなんですね。で、営業を頑張るうちに少しずつ、営業っていい仕事なんだなっていうイメージがいいものには確かに変わっていったんですよ。ところがこの人自身、やっぱりそれでも営業が嫌いだっていうことに関して変わりはなかったんですね。確かに気の合うお客様とか可愛がってくれる人っていうのはたくさんできたんですよ。ところがどんなに提案をしても、それって結局人間関係だけど、買うかどうかっていうのは別の話なんですよね。だからお断りを受ける回数っていうのは多かったんですよ。いやー、なんとかくんとはすごくよくしてもらってるけど、買うかどうかは別だよねみたいなで、断られることが嫌だし怖かったので提案ができなくなっちゃったんですよ。だから仲良くなったのに気分を損ねないだろうかとか、ガツガツしていると思われないだろうかとか、お金しか考えてないやつめっていう風に見られないだろうかっていう風にマイナスの要素で取られてしまうくらいだったら、こっちから提案をしないでお客さんがこれ買いたいなっていう時にだけ言うと、買ってもらうという、そんな感じなんですよね。ところがそれって全部気言うと、考えすぎだったっていうことだったんですよね。勘違いだったんですよ。ある日その人がお客さんに言われたわけなんですよ。なんで提案してくれないのって。で、いつも無料でなんかいろいろ来て情報くれるけど、逆にそれって気を使っちゃうんだよねと。だからこっちも、あくまでビジネスとして関係をちゃんと続けていきたいから、お金払った方が気分もいいんだよ、その方が君もちょっと来てよと、提案してよとか、これ買いたいから来てよっていう風に呼びやすくなるから、そしてっていう風に言われたんですよ。で、そう言われてはって気づかされたんですね。なるほどと。お客さんから断られることを恐れるんじゃなくて、あくまで営業マンとして関わっている以上は、お客さんは何か物を売ってくれると、で、それを買うんだっていうことがちゃんと頭の中で分かってるっていうことなんですね。だからお金を絡めて提案することっていうのが、それを気づいてからできるようになったということなんですよ。で、お客様ともっと仲良くなって役に立つためには、ちゃんとそのビジネスという関係性、利害関係っていうところを作るっていうのが大事だっていうことに気づくことができたっていう話なんですよ。ところがそうでも、やっぱり営業は嫌いだったんですよね。で、まだ嫌いなんかいっていうふうに思うんですよ。どこのタイミングで好きなんねんってとこなんですけど、今度は対お客さんじゃなくて対社内の話で、営業目標というのが重くのしかかってきたんですよ。で、目標っていうのは当然お客様の都合で、例えば月に何千万売りなさいとか、年間何億売りなさいとか、あるいはアイテムをこれだけ売りなさいとかっていう風に目標を多分多くの会社で抱えていると思うんですけど、それってお客様にとってどうでもいい話じゃないですか。で、目標に到達するためにお客様に売りつけるなんてことしたくないし、それをやったら、なんか結局俺たちのことノルマとして考えてたんだなっていうふうに嫌われてしまうきっかけになりかねないっていうところですね。だから目標を達成するための営業っていうのは結局できないままだったんですよ。で、ある日言われたこと、お客さんからね、言われたことがあったんですけど、営業目標って厳しいのってお客さんから聞かれたから、その営業マンの方は、そうですねって答えたんですよ。で、目標についてはどう思ってるのって。そしたら、答えることに困ったんですけど、いや、目標って別に達成しようがしまいが、なんか意味はないと思うんですよね、と思う。そしたら、達成のために頑張って、何かこう、試行錯誤を考えてることとか工夫してることってあるのって。そしたら、それは当然やってますよって。そしたら目標なんか気にしなくていいよと。
会社が与える目標っていうのは本来社員に試行錯誤を繰り返すものを要求することだからっていうふうに言われて、こう言われて初めて営業が好きになれたんですよね。どういうことかっていうと、営業っていうのはお客様の問題解決のきっかけを与えたりとか、頑張ってる姿を見せて、あ、何々君がこれだけ頑張って、で、いろんなことを提案してくれたりとか、物を売ってくれるんだから、こちらも頑張らないとっていうモチベーションを高めることにつながっていくと、そういった立派な仕事なんだなと、立派な結果につながってるんだなっていうふうに思うことができたんで、営業っていい仕事だなってその人は思ったんですよ。っていう観点で営業っていう仕事を見ていくと、皆さん自身の中でも営業っていう仕事をやってて、なんかやだなって思われている方は、もしかしたらこの目線だったら非常にいいものではないかなっていうふうに思っていただけるんではないでしょうか。っていう今日は営業のお話でありました。僕もね、営業1年目の頃なんかっていうのは、お客さんにこうちょっと提案して、物買えっていうのがなんかちょっと億劫だったんですけど、元気よくね、お客さんも関わってくれないと、なんか物を買うのにそんな後ろめたさある状態でなかなか買いにくいじゃんと、だから結局同じ物を売るんだったら元気よく来てくれた方がありがたいよっていう風に言ってもらってから、営業にまあ遠慮を臆することなくすることができるようになったかなっていうところですね、というお話でございました。もし営業が嫌いな方のために少しでもお役に立てればいいなという動画でございます。ということで本日の動画は以上です。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。